相手に攻撃されちゃうよね。もっと相手に攻撃されないような突きをするためにはどうしたらいい？もっと厳しい突きをするためには、実はラケットの角度と早いタイミングで突きすることがすごい大事なんだ。そうなの？ナックルサーブに対しては、もっとラケットの角度を縦にして早いタイミングで打つことができると、もっと厳しい突きができるようになるよ。知らなかった。実際に俺が突きやってみるから、タイミングと角度に注目して実際に見てみようか。うん、見てみる。これから練習してみてね。あ、やってみる。皆さんどうでしたか？ツッツキ以外にもレシーブをするときにはタイミングとラケットの角度はものすごく大事になってきます。レシーブを行うときはその2つのポイントを意識して練習の方をしてみてください。それではまた。